えとそうっすね、この前、8月26日に、まあ、タイトルマッチが終わって、まあ、オープンヒンガーのちょっとなんかこの先ちょっとどうしようみたいなすごい、あのー、悩んだ時期があってでそこでなんだろう今、キックボクシングであのー、面白いのって、まあ、普通のグローブよりオープンヒンガーの方が面白いなと思ったんですよ。だからなんか自分で やっっちゃえばいいなと思ってオープンヒンガーだけの大会をだからまあ11月19日にオープンヒンガーグローブだけの大会をえ開催しようとえ思ってますこの間あの浅倉未来選手に対してあのまあツイッター上でまあ負けたまま終わるようなダサい男と思わなかったみたいなことも書かれていましたけど まあ、あの彼に対する今の思いとあと、まあ、プロモーターとして、まあ、対抗するような位置になるかなと思うんですけどそこの対抗意識みたいなところとかも聞かかせてもらえますでしょう思いとしてはツイッターに書いたままでこう、まあ、自分が MMA を始めたきっかけというか、まあ、MMA にこう、まあそうですね、きっかけになったのが、まあ、あ,のあの人で。でも ケラモフ戦の前まではこう一緒に練習したりとかしてたんですけど、まあ、ケラモフ戦で終わってというかあの、まあ、メイウェザーの試合あったじゃないですかメイウェザーの試合終わった次の日一緒にご飯食べたんですよでその時はやっぱ強かったでも俺はまだまだこれからあの上に行くんだみたいな感じで話しててすごいめっちゃ練習とかしてたんですよあの時の慶応の時は。 でもなんか今回こうキャラも不戦が終わってからなんか本当自分自身もなんか格闘技のモチベーションがなくなったとかなんだろうこの人についていってももう何か何も学ぶものはないなみたいなまあ何にちょっと失望というかがっかりというかまあもっとあのかっこいい人だと思ってたんで。 でもあと何だろう最近の試合すごいつまんないと思うんですよなんか昔の試合ってなんかすごいやっぱストリートを感じたんですよね絶対勝ってやるとかもう本当籠城を感じたというか本当にでもなんか最近の試合ってもう何だろうなただの競技者になっちゃってますよね。 なんかもう勝ちに徹するというかその昔のこうぎらつき感がないというかだからもうなんかそういう人から学ぶことはないからと思ってもう一緒にこうやらなくてもいいやみたいなそれよりもこうトライブっていう環境で、あのー、世界を目指している選手と一緒に目指した方が自分の 格闘家としてのキャリアはもっと上にいけるんじゃないかなと思っての発言です、ね、あとまあプロモーターとしての、えー、まあ対抗するような形になるかなと思うんですけど、まあ、対抗意識だったり、まあ、ブレイキングダウンとの違いというところはどういったところを示していきたいというところででしょうかまあそうかそすブレイキングダウンはあのーまあ、エンタメだと思うんでこっちは本当の格闘技。 面白いい格闘技をやっっててこうと思ってます、まあ、向こうはやっぱ素人なんでこっちはプロ、まあ、その試合内容のの面白さの違いいいを見せていきたいですねぶっちゃけこうブレキングダウンはそれまでの過程を楽しむものだと思うんでう試合までの実際にこう試合がこうやっぱ面白いかって言われたらやっぱりプロの試合の方が面白いと思うんで。 まあそこの違いを見したいたですねブレイキングダウンとの関係を立つわけではないっていうことですかね。まあそうですね、あのブレイキングダウンに関しては、あのー、自分はあのー、溝口さんとの関係でこうブレイキングダウンに、まあよえっと、携わってるんで、別に、なんだろう、溝口さんとの関係が切れたわけじゃないんで。 とか別にそこ。別に切る必要はないかなとは思ってます。まあ、ただ。うんまあ、同じこう列のところには？座りたくないんで解説とかは多分やんないと思うんですね。